はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のジングルベルについてですね。今回はついに冬の歌が来たなという感じがしますよね。クリスマスの時期ということで、こういう歌がお母さんと一緒ではたくさん歌われていくんじゃないでしょうか。これから来週あたりから楽しみがいっぱいですよね。はい、今日はお母さんと一緒のジングルベルについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。